フットボールリーグ2005から2006シーズンはイングランドフットボールリーグの108回目のシーズンである。フットボールリーグチャンピオンシップはレデ,ディング、フットボールリーグ1はサウスエンドユナイテッド、フットボールリーグ2はカーライルユナイテッドが優勝した。フットボールカンファレンス2004から例後のチャンピオンのバーネットとフットボールカンファレンスプレーオフの勝者のカーライルユナイテッドが フットボールリーグ2に昇格して、フットボールリーグに参戦した。バーネットは2000から01シーズン以来5期ぶり、カーライルユナイテッドは2003から04シーズン以来2期ぶりの参戦。同シーズンの FA プレミアリーグについては、FA プレミアリーグ2005から06を参照のこと。ブライトンホーブ、カーディフシティカブンドトゥリーダービーハルイプスウィッチ、レスタールートンタウンノーリッチプリマスアーガイル。 リーディングサウスハンプトンウルバーハンプトンフットボールリーグ2005-06のクラブ本拠地クリスタルパレスミルウォール QPR ワトフォードフットボールリーグ2005-06のクラブ本拠地バーンリークルーアレクサンドラプレストンリーズユーシェフィールドユナイテッドシェフィールドダブルーストークフットボールリーグ2005-06のクラブ本拠地3位のワトフォードがフットボールリーグチャンピオンシップの3位から6位の チーム間で争われるチャンピオンシッププレイオフを勝ち抜き FA プレミアリーグ2006から07の昇格を決めた各チームのホームゲームの結果を記載ホームチームから見て勝利がセーラン敗戦が赤ラン引き分けがコーランボーンマスブラッドフォードブリストルシーコールチェスターギリングハムハートルプルミルトンキーンズノッティンガムフォーレスト スコーンソープサウスンド、ユース・ウォンジース・ウィンデン・ウォルソル・ヨビル・タウン、フットボールリーグ2005-06のクラブ本拠地、ブレントフォードフットボールリーグ2005-06のクラブ、本拠地、バーンズリー・ブラックプール・チェスター・フィールド・ドンカスター、アール・ハダース・フィールド・オルダム・ポート・ベール・ローザーム、トラン・ミール・フットボールリーグ2 0 0 6のクラブ、本拠地5位のバーンズリーが、フットボールリーグ1の3位から6位のチーム間で、 争われるリーグ1プレイオフを勝ち抜き、フットボールリーグ2006から07フットボールリーグチャンピオンシップへの昇格を決めた。各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利がセーラン、敗戦が赤ラン、引き分けがコーラン。ボストンユーブリストのアール・カーライル・ユトとチェルナム、ダーリントン・クリムズ・ビータウン・リンカーン・シティ・ノーザンプトン。 ノッツカウンティー・オックスフォード・ユー・ピーター・バラ・ラッシュダン、シュルーズベリー・トッキー・ウィカム・フットボール・リーグ2005-06のクラブ本拠地、バーネット・レイトン・オリエント・フットボール・リーグ2005-06のクラブ本拠地ベリー・チェスター・マクレス・フィールド・マンス・フィールド、ラチデール・ストック・ポート・レックスム・フットボール・リーグ2005-06のクラブ本拠地ベリーは、不適格な選手を出場させたため、勝ち点1が減点された。 5位のチルトナムタウンが、フットボールリーグ2の4位から7位のチーム間で、争われるリーグにプレーオフを勝ち抜き、フットボールリーグ2006から07フットボールリーグ1への昇格を決めた。各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利が、セーラン、敗戦が、赤ラン、引き分けが、コーラン。ありがとうございます。